鬼が鏡を盗んだ犯人なんですか？いえ、犯人はその翌日に変死体として発見された人物でした。とはいえ、何かしら関わりがあると見ていいでしょう。とりあえず、これだけの出来事が重なっているということは、何らかの原因によって封じの力が弱まっているんでしょうね。しましょうか、お姉さん。え、私？三重の血絡みのことですから、選択権はお姉さんにあると思うのですよ。その鏡、両月を探すのが先決じゃないかな。実際に被害が出てるんだし。しましょうかね。ちょっとでいいんで血をもらいます？あ、うん、ちょっと待って。また？あ、私が飲むんじゃないですよ。お姉さんの血を使って探すんです。あの鏡の鬼はケイお姉さんの血を飲みましたからね。ですからお姉さんの血同士を引き合わせることで探すんですよ。そんなことできるの？今の私は普通の人ではないですから。この刺す通りに行けばいいんだね。ひっくり返さないでくださいね。わかってるよ、それぐらい。
さん、なんでぐるぐる回ってるの？いや、Kが邪魔でまっすぐ進めないから迂回してるだけなんだけどね。そうしたら指示まで変わりやがるんだよ。昨夜さん、あなたという人は確かに K の血に引きつけられてその方向を向くものなら一番の鉱脈はここだろうさ。だけど今回のは目的が目的だから本人は普通外すだろう。と忘れしていました。ケお姉さん本人と私を除外しない限り地の果てまでも私たちを追ってきますね。さて今度は大丈夫です。少なくとも私やお姉さんには反応してませんよ。ではつづら様、鬼を切りに参りましょうか。うずき、見えるかい？鏡、おそらくは両月を持った傀儡が一体。あの鬼たちの姿はありませんね。水盆の葉っぱは奴が持っている鏡を指してるんだろう。つまりはあの中ということですね。さてここで作戦会議の時間です。ぶっちゃけどうすればいいでしょうか。鏡をなんとかする。そのなんとかを話し合うのが今回の議題なわけなんですが、とにかく元のように封じるにしろ、二度と復活できないように破壊するにしろ、あの両月を確保する必要があるということです。そして向こうとしては抵抗してくるでしょうから、どのみち戦うことになるでしょうね。フェンスで奇襲ばかりやられたら面倒な相手だけど、今この状況なら楽勝だね。あいつらは鏡の鬼だけに最大の技は暗示だろう。それも目くらまし系統の。反面直接的な戦闘力はほとんどありませんね。暗示で傀儡をこしらえることはできるようですが、傀儡の能力も優秀であるとは言えません。何せ本人の肉体的な能力のみを継承して、技術的なものはそっくり捨てていますから。でもやっぱり暗示だって怖いよ。怖いでしょうね。ですが私は多分平気だよ。邪眼の類に対する抵抗はある方です。多分私も効かないような気がします。何せ神様付きですからね。じゃあ突っ込んでいっても大丈夫だと思うやつ挙手して。
とりあえず操られているだけの一般人を傷つけるのは世間体が良くないから、私が素手でとっ捕まえるよ。一般人同士ね。では、私とつづら様は、奴らが鏡から出てきた場合の対処に当たるということで。それでは、突撃といきますか。さて、この鏡の処遇ですけど。そうだね、私は得されないように割っちまった方がいいと思うけど。でも、さすがに割っちゃうのはかわいそうだと思うんだ。ですが、ケイさん、この鬼はすでに犠牲者を出している。うん、それじゃつづらちゃんのご先祖様がしたような封印で済ませるっていうのはダメかな。甘いです、甘すぎですよ、ケイお姉さん。そうかな。例えば自分の家に不法侵入者がいたとして、その犯罪者を許した上でついには同居させてしまうほど甘いです。でもその家は使ってない家だったからだし、それにちゃんと相手は見て選ぶよ。やれやれですね。まあ、その不用心さがケイお姉さんのいいところかもしれないんですけどね。とりあえず、悪い虫がつかないかどうかが心配です。一人暮らしの財産持ちになりますからね。でもそれを言ったら、つづらちゃんなんかはすごいじゃない。私は十分用心深いですから。そうですね、鬼切り部の方で管理することにすれば、この度のようなことにはならないと思いますし。では、封印を施しましょうか。
かしましたか、ケイお姉さん。ううん、何でもない。でしたけど、事件は解決しましたね。いえ、つづら様、私の追っている鬼の方が行方をくらませたままです。いえ、終わってますよね、うずきさん。そうじゃありませんか。ええ、そうでした。では鈴木さんは今まで通りの役目に戻っていただいて結構です。了解しました。さんとケイお姉さんの処遇に関してなんですけど。え？一応鬼切り部というものは表向きには存在しないものなのです。わかりやすく言うと秘密組織ですね。秘密。組織の秘密を知ったからには、ましてや私は将来の鬼切りの頭なんていう悪の総帥も真っ青の VIP ですからね。私はこんなですから、意外とそのあたりは大雑把なんですけど、うちには厳しい人がいますからね。とりあえず、記憶だけでも消させてもらいますね。ケイお姉さんは自分の町に帰ってください。経験者から言わせてもらえば、骨肉の争いほど嫌なものはありませんから。え？